マリです。よく視聴者の方から公式 LINE でいただく相談で、腰回りについた浮き輪肉取りたいですって相談いただくので、今日は腰肉、脇肉、脇腹あたりに効くトレーニングを早速やっていきましょう。さあやっていきましょう。一つ目は腕を下ろすときに脇腹を締めていきます。さあ下ろした方の腕の足はかかとを軽く上げていきます。肋骨と骨盤をキューッと近づけて、もうだんだん腹ができるぐらい縮めていきましょう。伸ばしてる腕の方の脇腹はグググッと伸ばして天井に引っ張られてるイメージです。はい、意外と疲れますからね。さあ今度は足上げです。上げてる方の足の脇腹、腰肉を絞っていきます。これ足をね、横に思い切り上げることも大事なんですが、腕を振り下ろすことで腰肉にも効かせていきましょう。しっかり振り下ろして、振り下ろして、これね、何回やっても私美しくないんですよね。皆さんもう少しこう軽やかに美しくやってください。私はどうしてもドタバタ系です。逆サイド、しっかりと足を上げる、かつ腕を振り下ろす、後ろに向かって振り下ろす。腰肉、脇肉縮めて絞っていきましょう。結構ね、体熱くなってきます。足もしっかり上げてね。お腹に力を入れて体幹使っていきましょう。さあ3つ目は、戸惑いました背中まっすぐなまま前傾で倒れたら、手を2回に分けてぐっぐと腰をひねっていきます。背骨を中心として腰肉を絞っていくイメージです。背中をまっすぐ、ぐっぐと2回目の方がより絞るイメージです。これもお腹の力をしっかり入れてやりましょう。さあお次は、よいしょ、腰に手を当てて、しっかりと腰のお肉が、筋肉が硬くなっていること、使われていることを確認しながら、膝を軽く後ろに曲げてお尻を突き出して、しっかりまっすぐ起き上がります。起き上がるとき、倒れるとき、両方ね、自分が置いている指で腰のお肉、筋肉が使われていることを確認していってください。そしてお腹の力忘れないで。はい、ラストです。しっかり肘を開いた状態で戻って、肘と逆サイドの膝を近づけていきます。お腹ギュッと絞ってクロスさせて、もうね、これね、この段階に来ると超疲れてると思います。頑張って頑張って、あとちょっと、あとちょっと絞り切りましょう。はい、お疲れ様でした。さあ使ったところを伸ばしてほぐしていきましょう。まずは最初、チャイルドポーズです。おでこ床につけて、お尻は足の上に置いていきます。背中ぐーっと丸く腰を伸ばして、息吸うときは背中、腰に空気を入れていくイメージでさらに伸ばしていきましょう。使ったところをいたわってゆっくり大きく呼吸していきましょう。さあ今度はお尻をちょっとね、伸ばしていきましょう。膝を胸に近づけて、背筋ピンと伸ばして、斜め後ろを見ていきます。膝を立てている方のお尻が伸びてれば OK です。ゆっくり大きく呼吸して、呼吸するたびに少しずつ膝を胸に近づけていきましょう。はい、逆サイド、背筋ピン、ゆっくり大きく呼吸して、腕や肩に変な力を入れすぎないようにリラックス。ふう、痛気持ちいいところでじんわりと伸ばしていきましょう。はい、さあそしたら片足は折り込んで開脚していきます。脇腹ぐーっと伸ばして、これも呼吸するたびに伸ばしてる方の脇腹に酸素を送り込むイメージで膨らましていきましょう。そうするとより伸びていきます。
さあ今度腰肉の部分伸ばしていきます。呼吸止めずにゆっくり大きくのんびりと、はい、逆サイド。もう私も顔がお疲れモードですはい、脇腹伸ばして呼吸して、酸素を伸ばしているところに送り込んでいきましょう。あとちょっと下向いたら腰肉伸ばして、動いたらちゃんとほぐして伸ばして、はい、お疲れ様でした。ただここで終わらないのがマリリュウです。もっと腰肉を取りたいわという方はここからのアドバイスを参考にしてみてください。この辺使えましたでしょうか。エクササイズをしているとついつい動きに必死で、どこを鍛えようとしているのか、どこを減らそうとしているのか忘れがちなんですけども、思い出してください。腰肉、脇肉です。もし使えてなかったとか、使えてたかどうかわからないみたいな方は、もう一度ね、やるときはどこを使いたいのかをイメージしてからやってみてください。本当にこれだけでフォームは変わってきます。そしてあんまりやりすぎると今度は腰に負担をかけてしまいます。腰痛は怖いので、最後の伸ばすというストレッチまで必ずやりきってください。さあ今回のトレーニング、さっきお伝えしたように使うところがどこなのか、脇肉腰肉をなくしたい、そこを意識しながらやってみてください。そして動作中にもお伝えしましたが、お腹の力をしっかりと入れてください。そうしないとなんか体幹ふにゃふにゃでどこ使ってるのかこれも分からなくなるし、腰を痛める原因になってしまいます。しっかりと体幹部に力を入れて、芯と軸を持って動かしていきましょう。私もこのトレーニングを実践して脇腹の肉を削ぎ落としてくびれを手に入れました。ぜひ動画をご覧いただいているあなたも試されてみてください。実際に取り組んでみてどんな変化があったのか、コメントで報告いただけると今後の動画投稿の励みになりますので、コメントお待ちしております。さあということで、今回の動画が少しでも役に立ったよという方は評価ボタンをお願いします。そしてこれからも30代、40代、50代の女性に向けた効果的なダイエット方法、ボディメイクの食事方法、運動方法などを中心に動画を更新していきますので、これらの動画をお見逃しないようにチャンネル登録を忘れずにお願いします。あとはブログやメルマガなどの文字媒体でもダイエットやボディメイクに有益な情報を公開していますので、ご興味ある方は概要欄からフォローをお願いします。今日も最後までありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ではでは。